列車を持ってきた。大勢の人間が死んだぞ。ダンカンに奪われた列車を奪い返してきた。奴はここへ来るぞ。手下を引き連れて。列車を襲ったんだ。皆殺しにして列車の中だ。俺だ。値段によって町中の男から1ドルずつもらいたい。1人殺すごとにな。それにダンカン兄弟にかかってる賞金だ。嫌だと言ったらどうする。この町の誰かがダンカンと通じてるんだ。情報を売った。また足をすくわれるぞ。その男に。お前みたいによく喋るインディアンは初めてだ。金は守ってやると奥さんに言っておけ。もう一つ、ダイナマイトがいる。よく聞け。これは消えゆく大自然の。なぜったって奴らダムを作るために川をせき止め、谷をそっくり水浸しにしようとしてるからさ。今まで流れてた川もなくなっちまうんだぞ。いいか、俺は自然のまんまの汚染されていない綺麗な川の話をしてるんだ。誰にも侵されてない川だ。俺の言うことがわかるか。奴らはその川を永久に葬ろうとしてやがる。でかいバケツにする気さ。いや確かに俺たちが住んでるアトラントの町は大都会になったさ。便利な世の中にはなってさ。だがその挙句がこのざまだ。俺は許せねえ。人間どもは美しい大自然の姿を次々と破壊してやがる。俺はゲイター・マクルスキーだ。俺のことは聞いてるだろ。ここに来たわけも知ってるはずだな。去年は1万8000ドル稼いだんだってな。盗難車の改装と販売、それに密造酒の運び屋をやって、誰かさんにピンハネされなきゃもっと稼げたろうな。頭にくる野郎だよな。上前を跳ねるなんて汚ねえ。そこでだな、デュード、一つ相談があるんだよ。俺に手を貸してくれないか。やつの仮面を引っぺがしてやりてんだ。ジェシー・コナーズも殺されたのは俺の弟だってんだよ。殺したのはあのコナーズってシェリフの野郎だ。シェリフじゃない、弟を知ってるかと聞いてんだ。
大したことないよ。1500キロ行って1500帰るだけ。それは俺とお前がやらなかったからだよ。人がやれなかったからって考え込むなよ。俺たちならやれるんだよ。今までやれたんだから。2が1か。大混乱。それよりだな、常に奇数の周波数で行くのどう？1から始めて通信のたびに切り替えてやるんだよ。これならいけるだろう。じゃあ出発。スノーマン、スケジュール的にはどうなってんの？ほら見ろ、会長会長、とにかくペダル踏み込んでな。じゃあこれで通信終わり。うちの位置は？へえ、大したことないじゃん。じゃあ聞かせてちょうだいよ。ああ、そのことで聞こうと思ってたんだ。なんで追っかけ回すのよ。シェリフ、そういうのを口先男って言うんだ。あのな、こういう風に考えろよ、ビクター。お前のハムスターはエネルギーの源、つまり小さな足をせっせと動かして荷車を回す。するとエンジンが回って車はヒュッと吹っ飛んでいく。これは最新式治療法で、鼻の穴から脳の神経へ直撃を。いや、それが渋滞なんで。カリフォルニア大みたいなことに、神父さん、ドクターにも祝福を授けてくださいよ。ほんのちょっとだけでも。まざこざがいいんだよ。店に白い帽子かぶったデブが言ったろ。金はそいつが払う。ラックス、俺はプライドの高い男だ。それにタフガイとしてのイメージがある。なんてたってこの俺は人気者のレーサーだからな。臆病者のひよっこじゃござんせん。クワー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 ク。ストロークはエースです。レースで優勝する以上に好きなことが一つ、トークルのフライドチキンをパクつくことです。俺はバカもやってきたさ。でもこいつは最悪だ。チキンの販売に協力する契約条項は知ってるさ。だがどのぐらい売れとは書いてないぞ。ここまで聞き継がれたんじゃ、こっちは痩せこけても鶏ガラだよ。
俺たちはそんな関係じゃないぞ。俺たちの場合は愛抜きの憎しみの関係だ。おばあちゃんがよくお前に我慢しているな。血圧が上がりっぱなしだろ。まあその時その時臨機応変に処理した。いいか、今度肘鉄で俺を打ってみろ。肘を引っこ抜いて犬に食わせてやる。ただの警官だ、行儀作法は関係ないの。うん、サンチェスは英雄だな。おい気をつけろ。昔々あるところにランディ・ミリガンは木曜日の午後カンザス市立病院を退院、フォルティモアチームのニューヨーク遠征に参加すると語っている。ミリガンは水曜日の試合中ゴロを追って二塁手のビリー・リプキンと、なんだ文句あるか。マルコム、私が悪かったよ。これからは注意する。私は裸の女に弱いんで生まれつき。君は下院議員の私をバカ呼ばわりするのか。人間だぞ、仕方がない。誰でも羽目を外したくなることがある。議員だって同じだ。誰に見られた今。じゃあそうしろ。脅しならロホに金を払わせりゃ済むことだ。冗談じゃないぞ。自分が寝てるストリッパーのために下院議員の私を脅すなんてふざけるな。じゃあなぜ、どうしてこんなことを。だが私は共和党で、あの判事は民主党だ。昼飯くらいは出してもらえるんだろうね。ありがとう。どうも皆さん、正直言って絵のことはよく分かりません。ピカソを見ても交通安全のポスターかと思うくらいで。しかし私は祖国を愛してます。アメリカの大傑作をフランスが抱え込んでたのは寂しかった。つまりこういうことだ、エリー。こういう映画を一本作ろうとしたら実に莫大な金が必要になるんだ。それこそあっという間に2万から3万ドルって金が映画一本のために消えていく。撮影現場では照明の具合を見るためだけに君の周りにスタッフが15人は立つ。たくましい体を見せたいなら朝昼晩とトレーニングに励むがいい。好きなだけな。だがいざって時に満タンの魚雷を快楽の花園へ突っ込めなきゃ男優失格だ。もういいのか。やめとくよ。ダイエット中だ。この腹を見てみろ。まるで臨月さ。親父は元気か。さあな、この町が性に合ってるんだろ。知能犯罪などとは遠慮く。銃の数は世界一と来てるからな。患者を殺すなよ。二人きりで話したいんだが。いや、あんな、何度も言っただろ。カウボーイハットだからってテキサス出身じゃないぜ。確かにそうだ。悪さをしたんだから仕方がないだろ。君はどうなんだ。5ヶ月。目の周りが銀色だぞ。ねえ、今度聞きに行くよ。人前でやっていいことといけないことがあるんだ。釘は刺した。2点決めたからいいプレーをしたとは限らん。お前も今話してたじゃないか。ホッケーの雑誌だ。ホッケーはリンク上の激しい戦いだ。お前は
自分のゾーンを悠々と流す。まるでフィギュアスケーター気取りだ。そして一旦パックを持てばパスしない。ニューヨークレンジャーズはプロのチームだ。この街が大切にしてきたもの、すなわち威厳、それと幻想、その両方を失うことになる。消えろ。消えろってんだ。いや、そっちが消え。いいか、俺はこのボールを1日4時間握って鍛えている。俺がお前の球を握ったら、機械でも持ってきて切断しない限り握った手を離さないぞ。俺はどうなってもいいが、お前は下着モデルの仕事ができなくなるぜ。クサン、コマーシャルでは宣伝しているがな、特別注文されるのは面倒くさいんだよ。普通のにしろ。普通のに。これからどうやって暮らすんだ。この傷を負った時死ねばよかった。と少し左にずれてたら苦しまずに済んだんだ。俺たちは死んだ方がいい。議論の余地はないだろ。懐かしいか、新人レーサーがいる。名前はジミー・ブライ。5勝したまではよかったが、どうやらスランプに陥りかけている。潰したくない逸材だ。立ち直らせたい。自分の仕事が分かってない。ジミーのサポート役なのに、あいつは自分のことしか考えてない。だから外した。代わりの若手は5万といるが、誰でもいいというわけにはいかない。一度トップを極め、どん底へ転げ落ちたやつがいい。ジミーが一目置くような男でなきゃな、指導はできない。お前がジミーの指南役だ。やってくれるな、ジョー。いや、お前には断れないはずだ。やってもらうぞ。俺たちは長い付き合いだ。6年間お前の面倒を見た。借りを返せ。どん詰まりは沼だ。こんな町は他のどこにもない。この沼の一面枯葉に覆われた水の下には、実に不吉なものが潜んでいる。目にすれば悪夢を見るだろう。これが俺の町だ。建物はどれもこれも沼地の上に建てられている。つまり町全体が暗くよどんだ水に漂っているようなものだ。ニューオーリンズ、俺の世界。この辺りの墓は変わってて、遺体を地上に安置する。死者を沼に近づけないためというが、どうだかな。我々から一人の若き芸術家が奪われた。私の舞踊団と契約してくれた才能ある舞踊団だ。今となってはどうでもいいことと君らは言うかもしれんが、我が敬愛するオーソン・ウェルズが市民ケーンのすぐ後に死んでいれば、彼は今よりもっと偉大な存在になっていたことだろう。ここが家さ。キャスティングディレクターという名の悪党どものせいさ。俺じゃ役の年齢やイメージに合わないとか言いやがって、何が短すぎるとか長すぎるとか、くだらんことにケチをつける。そして奴らは毎回必ず同じことを聞くんだ。あんた酒はやめたのかって。そして答えはいつもやめましただ。もちろんさ、俺は役者だぞ。それが仕事だもの。今じゃ俺の出演作品はどれもこれも古典名画チャンネルでしかやってないんだぜ。おい、頼むよ。俺たちゲーム仲間じゃないか。お前さんの問題はな、持ち札なんかじゃないんだ。プレイの仕方がまずいんだ。誰だって手が悪い時ある。でも全てやり方次第だ。言ってることが分かるか。考えるのはカードより人だ。カードは所詮紙。主導権は人にある。ハートのジャックだ。5枚のカードの組み合わせは2598960通り。フラッシュはそれぞれ1277通りずつ。そのカードは人を任せない。なぜあんたらがここにいるか聞こう。すっぱだかの男3人がわしの山で何をしてた。まあ、とにかく何か服を着てからだ。話はその後聞かせてもらおう。正面をまっすぐに出せるようになった頃からのな。何も知らん。計画はこうだった。奴が飛行機をハイジャックし、悪魔の尾根から北西に3度の地点を目指して飛び降りる。着地の合図は懐中電灯だ。わしが見つけたし、その後は男2人でリオにトンズラだ。
天才アスリートだぞ。怪我してもプライドを守りたいのさ。よしみんな、俺たちは屈辱を受けてきた。長い間な。明日こそ復讐だ。そのことを肝に銘じとけ。お前に惚れてるらしい。俺も試合に出るぞ。監修どもには14年の恨みがあるんだ。いいかみんな、あっちの連中はみんな玉なしだ。お前らにあるか。あーついてるか。あらぶつかってこい。ジェファーソン・デイビス・ホッグ、ハザードカウンティー一腹黒い男だ。キツネのように抜け目なく、アナグマのようにしつこい。そして両親のかけらもない不敵の笑み。ご苦労だなロスコ。いつの間に店を改装した。また随分変わった趣味じゃねえか。今週末は俺にとって大切な行事があるんだ。ユークたちを頼むぞ。それとも他のやつにやらせようか。捜査の方はどうなってる。どう警備を突破したかが最大の問題だ。そもそも上層部が失敗を犯したんだろ。彼は合衆国のリーダーでもあったが、私のとても親しい友人の一人だった。必ず真相を暴け。退役してもまだ影響力は十分にある。アレックス、久しぶりだな。どうしたんだ。私の方でも調べてみよう。マーティンには話せないのか。ああ、まあ巻き込みたくない気持ちはよくわかるがな。しかし夢の暮らしだな。マリブ住まいに大邸、でっかいプール、リムジンまで。この生活も考えないと。ずっと考えてたんだよ。10分か20分ぐらい前からお前の親父さんに約束したんだ。もっとうまくできた。いや、俺はもう一花咲かせたいんだ。大声でこう言ってやりたい。ちゃんと帳簿につけてやる。踏み倒す気なんかないさ。他でもない大事な友達なんだ。だからこうして働いてる。配達の品を言われた通りにお客に届けて、それで俺たちは貸し借りなし。そうだろう。だと誤解なのか。クエ、お前には才覚があるようだ。すぐに謝罪に来るあたり外交手腕がある。それはどうかな。朝から酒を飲むようでは変わると言われても信じられん。今までのクラッグならそうするだろうが、どうかな。お前ら何者だ。20年前に辞めた俺の居場所をどうやって突き止めた。ちょうど退屈してたとこだ。あれはな、86年だ。ソ連に潜入して人工衛星を壊すキラー衛星の機密を盗んだ。クレムリンにコネがあってな。手柄立てたのにアホな政治家のせいで足洗う羽目になっちまった。カウリってやつだ。この前飲みすぎちまってベロベロに酔ってた。ネットの掲示板にカウリの悪口書き込んでやったよ。ここなら見つからんだろうが、ゴミ捨て場を隠れ家と言われてもね。臭いぞ。そりゃ無理だ。記念に金時計もらう円満退職じゃなかった。俺は決してこの家から離れん。ああそうだ。それよりもその理由が問題だ。裏庭に木材がある。それでドアや窓を打ち付けるのを手伝ってくれ。勝手で何が悪い。動物の勘は信用した方がいい。そうだろうな。俺が建てた家だ。壊れるはずがない。騒ぐんじゃない。暖炉にあるランタンを持ってこい。何か言いたそうだな。座れ。いいだろう。今のは良かったぞ、インさん。分かった。高台へ移動しよう。ここにいてお前たちが大怪我するよりは。どうやらジョークを言う相手が見つかって喜んでるようだ。いや、セバスチャンの家庭は彼が言ったように複雑なんだ。ここで犬の訓練をすることが癒しなんだよ。目的意識を感じられる。家では一つも感じられないからな。女の子か男の子か好みはない。分かった。じゃあ性格はどうだ。どんな子が好みだ。分かった。忘れないでくれ。ここのはみんな幼い。まだ訓練が足りてない子たちだからな。